皆さんこんばんは。本日できたてほっかほか弁当、私は問題作。あと早速できたてほっか弁、チャレンジしてみるのだ。
ただいまの特典、初見演奏92点かな。私は問題作みんな知っているわ。アド最新のヒットソング初見演奏でお届けしましたが、ただいまの得点92点なり。やってやれないことはないのである。人間に不可能などないのである。先生もミスはあります。ミスや間違いを重ねてだんだんできるようになるのは他の習い事も同じでございます。やってみることに意義があり、私は問題作早速出来たてほっかほか新曲明日ももっと頑張るわ。本日私古舘一郎アド問題作お届けいたしましたとさ。それでは皆さんも自信を持って、何でもわからないこと、疑問や好奇心を持つ子供はどんどん調べようとします。図鑑や絵本の好きな子、絵本の読み聞かせのようにテキストの絵やイラストから曲のイメージを持ってお話をつけてみたり、簡単なコードで曲を作ることも可能です。例えば、知れません。順次進行もあれば1625、いろんなコード進行で楽しく弾き語りもできると、とっても演奏の幅も広がります。簡単な1451、1551、練習曲が難しいときは簡単なコードでゆめるんのように曲を作ってみるのも良いかと思われます。それでは今夜はこれでさようなら。本日も絶好調古舘一郎アド、私は問題作でございました。どんどんまんなりと曲のリクエストなり、ご意見ご要望、皆様の声というのも先生にとって良い勉強にもなります。それではまた。
思えばできるようになりまする。これぞ火事場のクソ力。岸海星に阿鼻叫喚、猪突猛進一期一会、春夏秋冬家内安全商売繁盛、アマビエ。それではね、さようなら。